どうしたの、風魔くん。さっきから端末ばかりを見ているけど、訓練に集中していないと怪我しちゃうんだからね。それはすまない。ところでさくら、先日ベーレン経由で送られてきた荷物のことを覚えているか。確かコートララ島で使われた生物兵器の被害者、ゾンビ化した人たちだったっけ。ああ、どういうわけか生物兵器の生みの親なはずのベーレンが、タイマニン組織に解毒方法を探す手伝いを求めてきたってやつだ。でも、ベーレンとしては隠しているつもりでも、情報は世界中に回っているからね。ここで手助けする立場を見せないと、ベーレンの信用が悪くなっちゃうからじゃない？それでも妙な話だ。ゾンビを調べれば、どのような生物兵器なのか細かく分かってしまう可能性がある。それは、兵器を作った側として、致命的な情報漏洩じゃないのだろうか。確かにそうかも。山本部長は政治家連中に探りを入れに行き、浅木先生はその護衛。俺の方でも何か探れないかと思って、独房の監視システムの方にちょっとな。あんた、ハッキングとかしてるんじゃないでしょうね。って、独房の監視システム？一ヶ月くらい前に捕まえただろ？この件に関係していそうな奴を。誰？裏切りの対魔人と呼ばれるおぼろだな。ああ、桃地の情報を集めるために東京キングダムまで行った時の、あの時捕まえた裏切りの対魔人ね。それだけじゃない。ベーレンにも、日本と同じくらい政治に干渉する外部組織が存在しているだろう。ああ、ノマドか。まったく、絡め手が好きな連中だ。正面から来てくれるなら腕力で叩き潰せるというのに。そう簡単に世の中が回ってくれるのが一番なんですがね。どうにも今回の件はそのノマドが関係しているみたいなんだ。どういう意図なのかはまだわからないが。おぼろは、五社地下にある収容所に軟禁された状態だが、
外部から接触があったわけではないみたいだ。ただ、奴も浅木先生に匹敵する実力者で、ノマドの幹部なんだ。何かしらの方法で外部と連絡を取った可能性はある。ベーレンから運び込まれたゾンビも、収容所に近い研究施設へ直行だったからな。ちょっと、そんなこと聞いてないんだけど。俺だって聞いていない。山本部長もその情報を部下に知らせる権限がなかったみたいで、それとなく情報を匂わせてくれただけだ。おかげで身内相手に腹の探り合いなんてする羽目になったんだよ。監視カメラの映像回収もその一環ってわけだ。わお、なんだか悪い顔だね。顔は生まれつきだ。それにこういう腹の探り合いってのは結構嫌いではない。まあ、今の俺たちに調べられるのは今現在のおぼろの状況くらいしかないんだけどな。だから私と風魔は交代しておぼろを監視しているわけだ。あ、スーちゃん、訓練に参加していないと思ったら。監視カメラに細工がされていないか直接確認してきたんだ。どうだった？おぼろはおとなしくしていたよ。私たちをクソガキでの言っていた女が、塩らしく個室の隅で黙っていたんだ。怪しいなんてものじゃない。うわ、怪しい。怪しいが、証拠がない。ゾンビの研究も、今日から予定通り開始される。数日前、コートララ島のゾンビを横流しした事件があっただろう。行方不明のゾンビは数百体以上。どうもその流れた先の一部がノマドみたいなんだ。ふむ、そうなのか？それを浅木様と山本部長が探りを入れているということか。情報の共有はできているのか？一人の勇み足では迷惑がかかるぞ。もちろんです。上司とのほうれん草の重要性は理解しているつもりです。ちゃんと情報は向こうにも送っています。どうやってだ？さあ、どこからか勝手に送られているんじゃないですかね。それでいい。身内相手でも手の内の全部を明かすな。なるほど。学園の実技は相変わらず空っきしたが、きちんと成長しているようだな、風魔。だといいですが。研究の護衛には、お師匠様が選んだ腕利きの対魔人がつくらしいな。ああ、うん。場所が御社の中だからね。うちの一派から特に腕利きの人を用意したってお姉ちゃんが言ってたよ。私や紫先生も名前が挙がっていたようだが、特務中隊の方への参加を優先するように、山本部長から伝達があったな。私は浅木様から直々に、とにかく状況は俺たちが気づいていないところで動いている。気を引き締めて浅木先生不在の今を乗り切ろう。ええ、そうね。いつまでも浅木先生におんぶに抱っこじゃ一人前になんかなれないしね。うんうん、早くお姉ちゃんにも楽をさせてあげたいしね。ふふ、頼もしい限りだな。そういえば配属になって数日が経ったけど、舞台には慣れましたか、凛子先輩。そうだな、このメンバー、特に雪風とは今までも何度かチームを組んでいる。不安がないよ。それは良かった。当然よね。私たちにかかればどんな相手もイチコロよ。
そうことがうまく運ぶことは稀だがな。特に射撃を得意とする雪風は私と相性がいいからな。一緒に任務を行うのが楽しみだ。ただ才能に頼った戦い方だけでは限界を迎えるのも早い。浅木先生が戻られるまで私がじっくり鍛えてやろう。お手柔らかに。風魔、あんたもさっさと訓練に参加しなさいよ。いい機会じゃないか。一度基礎から鍛え直してみたらどうだ？凛子先輩じゃないが、お前は才能と勘に頼った戦い方が目立つからな。才能も勘も体力もないあんたに言われたくないんだけど。その分俺はこっちで活躍するさ。確かに風魔は後方からの支援を得意としているが、体力はあった方がいいだろう。いつ戦場に立つかはわからないのだからな。いや、まあそうですが。よし、風魔、お前も訓練に参加しろ。いい機会だ。雪風と一緒に鍛え直してやる。よし。何がよしだ。俺を巻き込むな、バカ。バカ風魔。うんうん、元気が有り余っているな、二人とも。いや、そうだ、シミュレーターの準備をしないといけないんだ、俺は。シミュレーターか。いいだろう。まずはそこでお前がどれほどやれるか確かめてやろう。逃げたわね。よし、それじゃあシミュレーターを使った模擬戦を開始する。全員気を引き締めて、怪我なんかしないようにな。今さら、シミュレーターなんかで怪我をするはずないじゃない？そう言うだろうと思って難易度は高めだ。凛子先輩と紫先生に満足してもらえるよう設定してみた。スー、さくら、雪風。三人は特務中隊の隊員としては先輩なんだ。二人にスコアで負けるなよ。今日の風魔くんはスパルタだね。ふん、それでこそ張り合いがあるというものだ。やってやろうじゃない。ずいぶんと意気込んでいるな。ああ、リンコ、これは私たちも油断できないな。ええ。ところで風魔、私たちはシミュレーターを使って体を動かすのだ。お前も何かしらの運動をするべきではないか。え？そうだな。もし私たちが一定以上のスコアを出したなら、今日はこれからお前自身の特訓に時間を割くとしよう。どうしてそうなる？簡単なことだ。実技の授業は赤点ギリギリのお前だが、実践に近い状況ならそれなりの成果を出せるのではないか。人間追い詰められると実力以上の力を発揮するというしな。特務中隊を率いるというのなら
生身で戦場に出る可能性も高い。そろそろそれなりの体術を叩き込んでやろうかと思うのだが、どうだろうか？どうだろうかって、質問しているけど、もう二人の中では確定しているんじゃないか？いいや、これは賭けだ。ゲームというやつだ。私たち実戦部隊が勝つか、指揮官であるお前が勝つか、そんな些細なゲームだと思う。賛成！報酬があると、がぜんやる気が出るってもんよ。だね。そうだな。いつもと違う環境で特訓するのも悪くないな、フーマ。お前ら。構いませんよ。もし前回の任務で、俺自身がもっと動けていたら、使える策はきっと多かったはずなんです。俺一人の責任ではないと、雪風たちは態度で伝えていたけれど、俺が作戦の成功率を下げたのだから、鍛え直してもらえるならありがたい。ふうま。どうやら精神と心の芯に、いい筋金が一本入ったようだな。これはがぜん、やる気が出てきた。私も凛子に負けないよう、奮起しなければならないな。望むところです。だが、俺が用意したシミュレーションも弱くはないからな。最初から負けるつもりはない。言ったわね。男の子だね。それじゃあ、シミュレーターを起動する。凛子先輩、紫先生、怪我をしないよう気をつけて。私には？お前は怪我をしなくて当たり前だ。シミュレーターでの戦闘は二人より慣れているんだからな。むしろ二人の訓練から解放されたと喜んではしゃぎすぎないよう気をつけてくれよ。後で覚えていなさいよ、バカ風魔。相手はゾンビなの？これがコートララ島で撒かれた生物兵器に感染した人か。伊賀は浅木、剣山。悪趣味だな、フーマ。そう言わないでください。今御社の地下にはこのゾンビがいるんです。心構えを得るには実際に経験するのが一番ですよね。確かにその通りだ。一応特務中隊の隊長としての心構えはあるようだな。それでは戦闘を開始する。みんな気合を入れて頑張ってくれ。とどめ！スイッ！決める！決める！さよなら。決める。クラッシュ。ラスト。決める。ラスト。決める。ラスト。さよなら。忍法殺人か。
任務完了。さあ、祈祷しましょう。シミュレーターミッションクリア。3人ともお疲れ様。これがコートララ島で被害に遭ったゾンビのデータか。大量発生した直後に元は人間だと伝えられたら、さすがにキルテが鈍るだろうな。ああ、そうだな。危なかった。雪風はやはり実戦と訓練では集中力が違うな。実戦だったならあの程度の攻撃は難なく避けていたはずだ。ええ、ムラがあると言えるんだろうが、そこが難点だな。うん、風魔のくせに生意気な。指揮官としては万全のコンディションで最良の結果を常に出してほしいもんだ。お前の潜在能力は凛子先輩や桜にも劣っていないのだから、それだけで今以上の成果を出せるはずなんだ。ふん、あんたの士気が悪いのよ。噛み合う時と噛み合わない時の差が激しいの。ふむ、まだまだ元気だな、雪風。ふむ、お前は雪風が最良のコンディションを維持できるよう何かを気にしているのか？え？戦闘前に話しかける。常日頃から体調に気を使う。作戦の指揮、立案は悪くないと浅木様から聞いている。だが、心の機微、精神の変動、環境の流動には、気配りが足りていないようにも感じた。ああ。うむ、いい目だ。コートララ島での経験は確かにお前を成長させているらしいな。何？待て、五社の研究部から緊急連絡だ。どうやら不審人物の手引きでゾンビが脱走したらしい。ずいぶんとあっさり言うわね。この状況は予想できていたことだ。問題はその不審人物がこちらの想像以上に手だれだということだが。研究を護衛していた人たちは？開始直前に妨害されたみたいだ。命に別条はないと連絡が来ている。よかった。浅木先生たちの話では目的が不明だったが、そういうことか。どうした、風魔？
おぼろ、だな。ああ、この騒動でおぼろが脱走した。今現在、御社で動けるタイマ人のほとんどが、おぼろの追跡に回っている。ゾンビの方は俺たち特務中隊、それに学園のタイマ人に任せるそうだ。もう、何か起こるっていうのは分かっていたのに。それでも、ベーレンからの依頼だと、国の上層部が手を出せなかったんだ。ゾンビにしても、上層部の連中が手引きして御社に入れたようなもんだがな。ここまでノマドの影響力が強いと、何もできなくなっちゃうね。それを変えるために、山本部長は、俺たち特務中隊を結成したんだ。愚痴の時間は終わりだ。これより特務中隊の任務を開始する。俺たちの担当は、御社学園内に移動したゾンビたちの殲滅だ。シミュレーター戦の後だからと、疲れているなんて弱音を吐く者はいないな。当然、ようやく動き出してくれたんだもの。私は変に悩むより、体を動かしている方が得意だしね。頼もしいな。私は風魔の護衛に回る。ゾンビを頼むぞ。了解、副隊長。これより殲滅任務を開始する。大戦法、切断。見せろ。ち、神聖な学び屋にゾンビ。わらわらと気持ち悪いわね。まとめて吹っ飛ばしてあげる。投げ返し、しゃー、影打ち、おりゃりゃやる気だね。まずはここを片付けて安全地帯を作った方がいいかな。了解、風魔、指示を頼む。ヒャッ、見えた、嵐の型。よし、行くぞ。よっしゃ。伊賀は浅木、剣山。さよなら。ラスト、やるね。これで終わりよ。とどめ、決めるわ。スイッ、さよなら、暗い。さよなら、スイッ、とどめ、さよなら。スイッ、ハッ、ラスト、クッ、ハッ、とどめ、スイッ、ハッ、これで終わりよ。スイッ、やるね、ハッ、ハッ、落選くらい、クッ、さよなら、スイッ、ハッ、とどめ、スイッ、ハッ、とどめ、スイッ、今はいけるよ、ラスト、お願い、ハッ、忍法殺人か。ダメ、殺人か、落選くらい、やっ、これで終わりよ。とどめ、
これで終わりよ。この軍よ、落選か。暗い。任務完了。さあ祈祷しましょう。コートララ島で戦った時よりも強くない？雪風、前に出すぎるな。前線は紫とリンコに任せて、遠距離から攻撃できるお前は後方支援に回るんだ。了解。攻撃を恐れないゾンビ相手ならこちらの方が効果的だろう。まったくだ。攻撃を恐れないというのは厄介だな。そうですね。紫先生はまあ特殊だが、と。ウマ、新手だ。どうやらこちらに集まってきているみたいだ。でも実際、結構強いよね、このゾンビ。ノマドの連中、何か手を加えたのかな？今は余計なことを考えず、戦うことに集中するんだ。これは訓練ではなく、実戦なのだから。戦いに関係のないことは、風魔が考える。ああ、任せろ、サクラ。お前は戦うことに全力を向けるんだ。俺はお前たちが、全力で戦いに集中できるようサージを片付ける。了解。伊賀は先、剣山。とどめ。
これで終わりよ。はっはっ、さよなら。スイッラッキークラッシュ。やっは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 っ、これで終わりよ。はっはっ、決めるわ。さよなら。任務完了。さあ、祈祷しましょう。あなたについて来られるかしら。みんなの様子を見ておきましょう。備えあれば憂いなしよ。いよいよ任務よ。準備はいい？伊賀は浅木、剣山。これで終わりよ。はっはっ、ラスト。はっ、決めるわ。はっ、ラスト。はっ、これで終わりよ。はっ、ラスト。ラスト。はっ。やっ。はっ。決めるわ。やっ。はっ。ラスト。はっ。これで終わりよ。はっ。はっ。決めるわ。はっ。はっ。とどめ。決めるわ。はっはっ、さよなら。やっはっ、さよなら。落選クラッシュ。
決めるわ。ふっ、は決めるわ。はさよなら。忍法殺人か。任務完了。さあ、祈祷しましょう。伊賀は浅木、剣山。これで打ち止めか。ああ、ゾンビの波が止まった。さすがにこれ以上の追加はなさそう。やっと？だったらさっさと終わらせればよ。ああ、もうめんどくさい。心強いな。さあ、あともう一踏ん張りだ。これで最後だ。援護を頼む。了解。さよなら。スイッは決めるわ。ふっふっよっはこれで終わりよ。はこれで終わりよ。はは決めるわ。よっはさよなら。はラスト。決めるわ。スイッハッ。これで終わりよ。ハッ。さよなら。スイッ。フッフッ。ハッ。ラスト。ハッ。
りよ。タハッ特別進化落選くらいハッスイッハッ決めるわ。任務完了。さあ、祈祷しましょう。作戦終了。全員周囲の警戒を頼む。了解。またか。今度は何が起きたんだ。おぼろを見失っただと。どういうことよ。もう日本政府に働きかけてゾンビまで用意していたんだ。逃走経路もちゃんと考えていたということだろう。相手が一枚上手だったというわけか。ああ、おぼろ相手に情報を漏らしたつもりはなかったが、浅見先生の不在ということまで知っての行動だな。これはやはりそうなると日本政府の中にノマドへ情報を流している奴がいる。浅木様は今山本部長の護衛で御社を離れているからな。桃地が言っていたな。今の日本は米連や中華連合の犬だと。ノマドという組織は米連だけでなく我が中華連合でも悩みの種だからな。現場で動く私たちには想像もできない影響力や支配力があると考えるべきだろう。お姉ちゃんはそんなのを相手にしていたんだよね。私たちだって負けていられないわね。そうだな。ところでフーマ、追跡部隊はどうなっている？そのまま追跡を続行するみたいだ。手が空いている部隊にも支援要請が来ている。まだそう遠くまで逃げていないはずだ。ヘリや飛行機、車を使った形跡もないしな。みんな疲れているだろうがもう一頑張り。どうかしましたか、山本部長。事情は聞いている。その上で君たちに新しい任務を与える。おぼろの追跡？いや、正式に米連から依頼を受けた。君たち特務中隊にはこれからコートララ島へ向かってほしい。これからですか？ですがおぼろが逃げ出したという情報が。それも分かっている。
追跡に複数の部隊が出ている。そちらは仲間を信じよう。でもベーレンからの依頼って、今回のゾンビの件もベーレンが絡んでいるんでしょ？信用できるのかな？ベーレンも一枚岩ではないからな。それを探るためにも君たちにはコートララ島へ向かってもらいたい。了解しました。特務中隊はこれより御社から離れてコートララ島へ向かいます。すでにヘリを用意している。10分後にはそちらへ到着するはずだ。それまでに準備を整えておいてくれ。了解。アサギはすでに島へ向かった。彼女とは現地で合流してほしい。任務内容もコートララ島へ到着したところで説明がある。わお、罠だったらどうしよう。ああ、みんな気を引き締めていこう。そうだ、山本部長。どうしたかね、風魔君。ベーレンから渡された実験用のゾンビですが、明らかにコートララ島で交戦した時よりも強力でした。あれは、ドローンからの情報はアサギが受け取っていた。その上でおそらく今回の依頼はそれに関係していることだろうと言っていた。みな、前回の任務の失敗を気にしているだろう。だからこそ対魔人として学び、培ったことを忘れずに行動してほしい。はい。